今回ちょっと超ガラコを再施工しようかなと。納車しても1年8ヶ月ぐらい経つんですけど、納車してすぐにやってもう効果がかなり薄れてきてるんで、ちょっとまあ今の状態をとりあえず弾き具合見せます。今がね、こんな感じで、あんまりね、ほら弾けないでしょ、ベターってなって。これが1年7か8ヶ月の超ガラコ。一回ちょっと油膜取りやってからちょっと施工したいと思います。はい、じゃあね、油膜取りもね、ガラコのやつを使ってて、これもその前に施工した時のやつなんで残ってるから、まだ使えればいいんですけど、使えなかったらちょっと最悪だな。ちょっと残ってると思うんだけど、足りるように足りるかな。お願いだからリアガラスもやりたいんだよな。よいしょ。はい、ほんじゃあね、今ねとりあえず油膜落としやり終わりましたんで、ちょっとこれをね洗い流していきます。これで一応今油膜が落ちた状態なんで、全く弾いてないですよね。水がペターっと。これがまあ油膜が全然ついてない取れた状態です。でここから綺麗に拭き上げて、でそしてから超ガラコをちょっと施工したいと思います。今で一応綺麗に拭き取りました、ガラスを、水分をね。で、はい、こちら超ガラコ、まあ、ガラスきれいにして、
でちょっと強めにこするって書いてあります。で5分10分乾燥させて綺麗な乾いたタオルで拭き取ると。そういうことです。なんでちょっと強めに塗っていきたいと思います。強く振りって書いてあったから。半分 OK。 でこれで塗り終わったんで5分10分ちょっと乾燥させます。はい、じゃあね5分10分経ったんでちょっと乾いたタオルで拭いていきます。ちょっと逆光だな、夕日が。はい、拭き終わりました。うん、すごい綺麗。このなんていうの、ガラスにあった鱗みたいな水垢もないんで。でね、なんかね12時間以上乾燥させてほしいって書いてあったんで、ちょっと水かけるのはね来週かけてみて、それからちょっと動画編集してまとめようと思うんで、ちょっとはい次水かけます。はい、はい、ほんじゃね、施工してから1週間経ちました。ちょうど1週間
なのでちょっとガラコの性能を見てみましょう。ちょっと水をかけます。うん、全然違うね。先週はこうビターっとなんか広がっていく感じだったんですけど、この弾き具合、全部水玉になってこう弾けていく、全然違うね。これワイパー切った時も本当ね、すごい切れてくれます。室内からもちょっと見てみましょう。感じで一応ちょっと検証の方は以上になります。まあコツとしてはやっぱ油膜取りできっちり下地処理をしてあげることが大事ですね。はい、じゃあ以上になります。はい、